中国でタンクローリーが対向車線を走っていたバスなどに次々に衝突し、8人が死亡、19人がけがをしました。こちらは事故に巻き込まれた車から撮影された映像です。対向車線を走るタンクローリーがカーブを抜けて大きく傾いたかと思うと、そのまま突っ込んできます。四川省で2日に発生した事故では、 21人が乗ったバスや乗用車など4台が巻き込まれました事故の直後に撮影された映像ではタンクローリーが横倒しとなり衝突されたバスは車体の半分がなくなっていますこれまでにバスの乗客ら8人が死亡し19人が病院に運ばれました事故の原因について警察はタンクローリーの化石災などが原因とみています